今日私たちに神様が祝福をくださる恵みの御言葉はヨハネの福音書11章39節から44節までの御言葉です。新外訳で代わりにお読みします。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。アメン。ヨハネの福音書11章39節から44節の本文の御言葉を中心に、信じれば神様の栄光を見る、信じるなら神様の栄光を見る、このような題名で今日信じる時神様の栄光を体験する皆さんとなるように、主の皆で祝福いたします。本文はイエス様がベタニアに行くたびに、マルタとマリア、ラザロ3人兄弟の家でイエス様はもてなしされたり、休まれたり、まあ、そういう家でした。とても我が主を愛していた3人の兄弟のうち、大黒柱ともいえる兄ラザロが病気になりました。イエス様のところに使いを送り、今ラザロが病気になっています、早く来て治してくださいと話したら、治してあげようと考えていったものの、イエスは行かず、しばらく経ってからラザロのもとに向かったのです。しかし行ってみたら死んで4日が経っていました。その中東地域は熱帯地方なので、気温が44度から46度くらいの蒸し暑いところです。死体はもうすでに腐っていて、お墓に入れてしまったのです。ところがイエス様がお墓に行かれて、お墓の石を取り除けなさいと言われました。その時死んだラザロの姉妹たちは何と答えたでしょうか。イエス様、もう腐っております。もしあなたが信じるなら神の栄光を見ると私が言ったではありませんか。信じるなら栄光を見ると言ったではありませんか。これが他人の話ではなく、皆さん本人の話なのです。信じるなら栄光を見ると言ったではありませんか。墓の石を取り除きなさい。大きな墓の石を取り除いたら、イエス様は大声でラザロよ、出てきなさい。すると、ラザロの魂がその主の声を聞き、その腐った死体の中にスッと入り、死体を持ち上げて歩いて出てきたのです。主の御声、このような栄光が皆さんに必ずありますように、主の皆によって祝福いたします。神様は
私たち人間を創造し、人間を愛しておられます。その愛は制限もなく、ずっと生産なさる生産主のように耐えることもなく、減ることもなく、時間が経てば経つほどもっと大きな、もっとたくさんの愛を、生産主のように愛を生産されます。神様は誰にでも神様の品性の本質である愛を表されたいので、誰でも愛されたいのかい？私が愛してあげよう。愛してほしいかい？私が愛してあげよう。それが太郎でも次郎でも三郎でもいいんだ。どのような状況に置かれていてもいいんだ。私は全知全能の力で愛そう。愛されたいのか？このように今も聞かれ、その限りない愛を皆さんに与え、ああ、私は愛されているものだという体験を与えようとしておられます。神様がご自分で創造された人間である非常物、人間は生きていくのに必要なものがある。何が必要なのか？あの空と大地、すべての万物が必要である。それで天地万物を創造なさった目的は、人間に必ず必要だから、私に与えるために作られました。それで一人も残らず、神様を信じても信じなくても、悪人であっても善人であっても、太陽と雨と万物をすべて与え、肉体がある間に私たちがそれをもって命を維持し生きていくように、愛を恵みを施してくださったのです。今全世界の人たちがこの世で生きるのに空気が足りなくて死んだという噂を聞いたことありますか？ないですね。豊かにくださった神様のものだから、これについて私たちが思っても思わなくても、神様が人間を愛した性質、品性なのです。このように人間は神様の大きな愛を受けています。しかし神様の敵がいます。その敵は誰ですか？まさしく私たちの敵である悪魔サタン、悪霊の働き。この敵が蛇を利用します。人の中で女と男がいますが、女の方が少し愚かだったようですね。それで女であったエバを選び、善悪の知識の木の実を食べると神のようになれると言ったのです。考えてみてください。どうやって非常物が神になれるんでしょうか？このカップに命じて、君が水2杯を飲んだら人間になれるよと言ったら話を聞くでしょうか？できないですね。ところがエヴァは、神は長いけど考えが短いです。神のようになれると信じて、神様が食べたら死ぬとおっしゃいましたのに、神様が食べたら必ず死ぬとおっしゃったことも神様の愛です。どうしてですか？食べると必ず死ぬから。どれくらいの可能性で死にますか？必ず死にます。生きる可能性は絶対にありません。ところが
息が切れて死ぬことは大したことではありませんが、人間が死んでいく道はどうですか？体の苦痛、痛み、苦しみで耐えられなくなり、痩せ細ってしまい、骨と皮だけを残して最後の苦しみの中で息が切れます。それだけでなく、もう一つの死があり、その魂が永遠に絶えない苦痛の中で生きる絶望的な地獄に行くのです。それであなたはそこに行ってはなりません。だから絶対にその善悪の知識の木の実は食べてはならないと、切なる思いで、切なる愛で教えてくださった神様の愛を正面から無視して、私も神様になってみたい、ありえない挑戦をして善悪の知識の木の実を食べました。その瞬間、神様の御言葉通り死が訪れました。その時になって、ああサタンの話は嘘だったと気づいていったのです。それで皆さんに一番大切なことは、今も悪魔の声、悪魔の誘惑、悪魔の疑い、悪魔の働きはとにかく私を騙して罪を犯させ、地獄に送ろうとする敵であり、一割のものであるという事実をよく認識して、唯一の真理であり、誠である神様の御言葉だけを信じて動かなくてはなりません。これだけができれば祝福されます。この事実を知らないからです。この頃の人はどうですか？人はね、勉強を頑張って偉い人になってねと言いますね。そうです。昔の世宗大王という王様も偉い方でした。有国学者先生も、保順というお医者先生も偉い方でした。しかしこの地上で住んでいたその人たちもみんな死にました。その人たちが死んだ後どこにいたのかは皆さんもよく知っているはずです。またある人は、お金がなくてはと言います。我が国にはお金持ちがそんなにいないので知りませんが、その人たちもみんな死にました。死にました。ですから私と皆さんはこの世で知識もお金も権力も必要ですけれども、そのようなものによって生きるということではなく、生きるために必要なものに尽きないということを知ってほしいのです。生きるということは、すでにアダム以来、私たちはアダムの中に行った時、善悪の知識の木の実を一緒に食べたから必ず死ぬという事実をしっかりと知らなくてはなりません。だから人間は誰でも罪のゆえに、呪いと死と地獄という地獄、耐えられないどころ、ただ死んだらいいのに、死にたくても死ねないどころが地獄です。そのような苦痛の場はどんなに苦しいでしょう。本当に耐えられない地獄、ぼうぼう燃え上がるところで永遠に生きなければならないのです。この世で一番幸せな人は、必ず死ななければならない罪、この罪による死から解放されたものこそが本当に幸せな人なのです。ルカの福音書16章にある金持ちがいました。
彼はいつもいいものを食べて、いいものを着て、毎日贅沢に遊び暮らしていました。権力ある人、同じお金、同じ金持ちとのつながりを利用しながら、自分のような幸せ者はいないと誇りながら生きたでしょう。しかし、金持ちの門前に全身お敵の貧しい人が金持ちの食卓から落ちるもので、犬と仲良く食べ暮らしていました。その貧しい人を見るたびにどんなにかわいそうと思ったか分かりません。歳月が過ぎて金持ちも貧しい人も死んで葬られました。愛する皆さん、どんな苦しみも終わる日があります。どんな幸せも終わる日があります。その次に永遠に幸せにならないといけません。ところで、肉体が終わる瞬間に金持ちはぼうぼう燃え上がる炎の中に入りました。肉は火の中に入ったら燃えてしまい、死んでしまいますが、魂は物質ではなく形状ではなく人格なので、燃えることもなく死にもしないで永遠に苦しみだけを受けるのです。ある瞬間に炎の中に入りました。私は韓国のポハン製鉄という会社に行ってみたことがあります。そこの溶鉱炉には火が見えませんでした。だから私が聞きました。鉄の水がこんなに流れているのに、なんで火が見えないのですかと聞いたら、火は見えないでしょうと答えます。私の目には青っぽく見えるだけでした。あの青っぽい光が火ですよ。あれでも温度は2300度から2500度になります。鉄が溶けてしまい、水のように流れていきます。さて、地獄はこれよりはるかに暑い。そんなところで永遠にこの金持ちが生きるしかないのです。そんなに幸せだった金持ちが、肉が終わる瞬間に永遠の地獄で生きなければなりません。炎の中で目を上げてみると、パラダイス、アブラームの懐にラザロが見えたのです。自分の門前で物乞いをしていた貧しい人だったのに、幸せに暮らしていったのです。それを見ながら、父アブラーム様、私は炎の中で苦しくてたまりません。死にたくても死ねません。だから、私の家で物乞いをしていたラザロを遣わして、指先を水に浸して私の舌を冷やしてくださいと頼みました。でも、その指先に水を浸してどこを冷やすことができるでしょう。ソウル半岸の水を浴びせかけても、その中では熱い水となってしまうだろうに。それなのに、どんなに苦しいからこのような指先の一滴の水を望んでいるでしょうか。皆様、私たちが本当にイエスを信じて罪が許され地獄に行くしかない身分から免れたことは誠にありがたいことです。少し貧しくてもいいじゃないですか。少し乏しくてもいいじゃないですか。死ねば全てが終わりです。理解できましたらアーメンと言いましょう。このような苦痛から永遠に自分の苦しみの中で生きるところが地獄です。どうしてユンソクチョン牧師が講談に立つために地獄と罪の話をするのかご存知ですか。私は皆さんが誰一人地獄に行く人が行ってはいけないと切に思っているからです。話を
聞かなければ、縄で結んででも天国に連れて行きたい心でいっぱいです。どうしてですか？地獄はあまりにも残酷だから、一人もその近くに行ってはいけません。私たちみんなが天国にあって、天国に行って会わなければなりません。地獄がどんなに苦しいか、マタイの福音書25-41に、それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者とも、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れと記録されています。私たちはどんなことがあってもイエス側に立たなければなりません。悪魔の側はダメです。イエスの側に立たなければなりません。それで悪魔サタンの側に立っているのは誰でしょうか？悪魔の指示を受けて罪を犯すごとに利用される人たちです。私たちは罪を犯すごとに悪魔に利用されてはいけません。気を行い主に用いられる人にならなければなりません。ヨハネの黙示録20-12、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けると記録されています。良いように人間が肉体が終わる瞬間に受ける苦しみを解決できる方法はあるでしょうか？この世のどの文明科学手段を使ってもこの地上においては不可能です。もっと驚くべきことは、数多くの人が私は罪によって地獄に行くということを本人も知らないことです。ですから本人も知らないので、どうやって罪の問題を、地獄の問題を解決できるのか探さない人がほとんどです。私たちも知らなかったが、強引に教会に行こうと誘われ、仕方なく来てイエスを知り、イエスを信じ天国に行けるようになったことは感謝すべきことです。感謝です。私もたまにハッとします。なぜならば、私がもしイエス様を信じる母に出会えなかったら、私がイエス様を信じる可能性はなかったでしょう。2番目に、私が小さい頃から聖霊充満、主の力充満であり、天国、地獄、罪、イエスの十字架の師匠の力を教えない牧師に出会っていたら、ただ一つの宗教を持っている人のように教会に行ったり来たりするだけで地獄に行くしかなかったでしょう。私の父が母がイエスを信じるゆえにめちゃくちゃ迫害しました。もし私が家の平和のために父の味方をしていたら、私は地獄に行っていたでしょう。幸い死にそうになっても、母の味方、イエスの味方、信仰の味方、今考えたら本当に感謝するばっかりです。どうしてですか？今日死んでも地獄行きの身分から免れて永遠に生きる命と天国の幸せが私のものだとすると、これはただで受けたことでしょうか？神様が私に御子を送ってくださり、十字架にかけ死なせ、私の罪をあがなってくださった恵みを、この恵みを何をもって返し、どう感謝を表現すればよいでしょうか？これが胸からあふれる時には、主よ、どう感謝すればいいですか？どのようにありがたさを伝えたらいいでしょうか？なぜですか？私は罪のゆえに地獄にいて永遠に苦しむべきものということをよくしており、イエスの血によって悔い改め救われ、天国にいて永遠の幸せを
送られることを私のものだとはっきりしており、首が切られることになったとしても信じているから感謝なのです。説教の初めに話しました。神様は愛の生産者であり、愛を誰にでも公平にくださるお方です。ところで霊的な愛は受けようとしなければなりません。受けようとしたい求めなければなりません。我が神は人間の苦痛と呪い、死の問題、地獄の問題をすべて知っておられます。そしてこの問題を解決できる方も一人神様だけなのです。唯一なお方です。私の他に他の神々があってはならない。あなたを罪と死と呪いから救うことができるお方は神様だけです。ハレルヤ。ですから人間の苦痛を解決するために、全く罪のない神様の御子イエスをこの世に送ってくださり、私たちの霊的肉的な苦痛の問題を解決するために来られた方が主イエスキリストです。マタイの福音書 1-21 節に、男の子を産みます、その名をイエスと名付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと記録されています。天と地の間、罪から救うことのできる方はイエスしかありません。主イエスキリストしかありません。私たちは一生イエスに向かい注目して、イエス様と共に生きようとしなければなりません。イエスに出会って私が生きるように私を救ってくださった恵みに感謝しながら行きましょう。それで天国に行って、私を罪と死から救ってくださった父なる神様の前で、御子を通して私の罪をあがなわせ、死なせ、私を生きるようにしてくださった恵みに感謝して、永遠に賛美、また賛美、栄光、また栄光、感謝、また感謝、この恵みが感謝なのです。この世にいながらもこれから栄光、賛美、感謝があふれなければなりません。ハレルヤ、ハレルヤ。ヨハネの福音書 1-14 には、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた、私の前に恵みと誠に満ちておられます。ヨハネの福音書 3-16 には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記録されています。天国で永遠に生きる、これ興奮しませんか？理解できますか？神様はご自分が愛すべき人たちを不幸から絶望から死から地獄から救うために、自分の肉さえも裂いて私たちの代わりに自ら十字架を選び、行き通った兵士のように自分の都合も自分の立場も考えず、私を救うために肉を裂いて死ぬことを選びました。これはなぜでしょうか？神様が人間を愛する力なのです。力なのです。力です。神様の御子は神の御子という栄光も自分の命も裂かれる苦しみも、そして耐えられない十字架の苦しみも、
構わなかったのです。이게 뭐냐? これは사랑의 なぜでしょうか。힘이시다. 愛の力です。이 사랑의 この愛の力を힘에 信じる믿음은 영광을 と보리라. 栄光を見る。자기 능력도 自分の力자기 も自分の권세도 権威も자기 自分の의도 義も하나님 神様ご자신의 自分の영광도 栄光も완전히 完全に超えて、雑巾のように鞭に打たれ、十字架につけられ、血を流し、茨の冠をかぶらせ、脇腹は槍に突き刺され、肉が砕かれました。死ななければならない私たちの代わりに死なれ、救ってくださった大きな恵みは返すことのできない恵みです。返すことのできない恵みです。皆さん、呪われた私を救うために、罪人の中の最悪の罪人だけがかかる十字架でイエス様が亡くなりました。十字架は本来呪いの木です。だから十字架の刑にかかって死ぬ人は最悪の呪われた罪人なのに、神様の御子がどのような罪を犯したでしょうか。この世に来られて、すべての人間の病を治し、悪霊を取り払い、私たち人間の憎しの苦しみを生かれるどころごとに解決してくださった彼が、称賛されるべき、栄光を受けるべき、賛美されるべきお方なのに、なぜ呪いの木につけられなければならないですか。ガラテヤ書3の13に、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。私が受けなければならない呪いを主が代わりに受けてくださって、私は罪の呪いから解放されたのです。信じる者は栄光を見る。ハレルヤ。信じるなら栄光を見る。病にかかり苦しんでいる者のためには、鞭に打たれ、体が裂かれるまでご自分の苦痛を愛を持って乗り越えられました。罪に落ちて悪魔サタン悪霊に連れられ、地獄に行くべきだった私たちのために、肉では耐えきれない罪人の中の罪人のように犠牲になって、血を流し、人間の罪を贖い、人間は殺さないで代わりに死んで贖った。彼らには手を出すなと、その大きな恵み、返すことのできない恵みなのです。返すことのできない恵みなのです。信じると栄光を見る。これは誠に人間の不幸を見て、どうにもならないことを知り、自分自身を超越した愛、この愛を受けた人、所有している方はアーメンしましょう。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。主はどうして私たちが担って負って差し通され、砕かれ、打たれ、懲らしめられなければならない罪を、私たちのすべての罪悪をご自分の子に負わせ、私たちをその苦しみから逃れるようにしてくださったのか。これが父の愛であり、父の愛を実践した生き方、それが主イエス・キリストの生涯なのです。この麗しく偉大な祝福の技を信じると栄光を見る。信じるなら栄光を見る。主は一回愛したら
最後まで愛するとおっしゃいました。なぜ愛することをやめないですか。鞭で打たれている途中でも、もうこれ以上は無理、ダメだ、死のうとしたら苦しいからできないと蔑まれて罵られてみたら、もうこんなのは嫌だと、そうはしません。無制限に惜しまず誠に愛し、すべてを乗り越えた愛を与えてくれるのです。ヨハネの福音書13の1に、杉越の祭りの前にそのこの世を去って父の身元に行くべきご自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るどころなく示された、残るどころなく示された。この愛を私が受けて送っていると確信がある方だけ大きい声でアーメンと言いましょう。皆さんがアーメンと言うとき、主はどんなにやりがいがあるでしょう。皆さんがアーメンと言うとき、あなたは私の愛の量を知っているんだねと思うでしょう。主がどんなに感動するでしょう。それでアーメンは主を感動させ、主を認める恵まれた人の告白であることを知ってほしいです。ハレルヤ。だからこの世の不幸を持っている人は、あらゆる不幸を一発に停止させてくださるイエス・キリスト、主イエス・キリスト、その方を信じると栄光を見る。そうです。ヤイロという街道管理者の娘が病気で死にかけています。ヤイロはイエス様の足元にひれ伏して、先生、私の娘が病にかかりました、治してください、イエス様を言って治してあげよう、治しに行きます。ところで12年間出血が止まらない長血を患っている女に出会います。治りたくていろいろなことをして、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、死ぬしかなかった女でした。それでその女はナザレイエスに会えば長血が癒されることを信じて、弱った体を引きずって街道管理者の家に行く道端で主に会います。人々がたくさんいて主を見る方法がありませんでした。それでも群衆の中に紛れ込み、着物に触ることでもできればきっと治ると信じてイエスに向かっていきます。それくらい主を認めるとき、あなたが信じるなら栄光を見る。イエス様の着物に触った瞬間、血の源が枯れてしまい出血が止まりました。その時主は、誰が私の着物に触ったのですか。弟子たちはイエスに言います。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでもそのようにおっしゃっていますか。主は、違う、私の体から力が外に出ていくくらい信仰の手で触った人がいる。その時その女はひざまずいて、先生、私があなたの着物に触りました。主が言われます。我が娘よ、あなたの信仰があなたを救った。私たちは信じることをいい加減にしないで、あなたは信じると栄光を見る、栄光を見るくらい強い信仰を持ちましょう。さてヤイロの家に行きました。行ってみると泣き声がして大騒ぎでした。娘が死んだのです。その時イエス様がお入りになって、娘は寝ている、死んだのをはっきり見ているのに、今死んでいったのに、人々は頭がおかしいと非難します。その時弟子たちを連れて娘の父親と部屋の中に入ります。そして娘を見て言われます。タリダクミ、少女よ、起きなさい。
すると、少女はすぐさまムックと起き上がり歩き始めました。あなたが信じると栄光を見る。あなたが信じると栄光を見る。目の見えない物乞いパルテマイもエリコの道端に座っていた時、ナザレイエスだと耳にすると、旅での子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めました。あの人を呼んできなさい。私に何をしてほしいのか。先生、目が見えるようになりたいです。あなたの信仰があなたを救った。すぐさま盲人の目が見えるようになりました。信じると栄光を見る。今日このように神様の栄光を見る皆さんとなりますように、主の皆で祝福します。ハレルヤ。スロフェニキアというカナン人の女が、自分の娘がひどく悪霊に取り憑かれていました。どうすることもできませんでした。家の中がめちゃくちゃになりました。それでイエス様に、主よ、旅での子よ、私の娘を治してくださいと叫んだところ、弟子たちはどう答えたでしょうか。イエス様、あの女を返してやってください、叫びながら後についてきますと願いました。イエス様はその女を見て何と話したでしょうか。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかしその女は、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちてくるパンくずはいただきます。あなたの信仰は立派です。あなたの願い通りになるようになりなさい。彼女の娘はその時から治りました。子供は正常になりました。このように信じると栄光を見る。信じると栄光を見る。ハレルヤ。ある重い皮膚病人はイエス様が通られるということを聞きます。旅での子よ、私を憐れんでください。御心ならば私を記憶していただけます。イエス様は深く憐れみ、手を伸ばして言われます。私の心だ、記憶なれ。するとたちまち重い皮膚病人は記憶なりました。主よ、私にこのような信仰を与えてください。今日この栄光を私が見るようにしてください。ハレルヤ。イエス様は船に乗ってテラサ人の地方に行かれます。ところがその町の者で悪霊に疲れている墓場に住んでいる男がいました。大声を出して鎖や足かせでつながれても、それを断ち切ってしまうほどの暴悪な男でした。イエス様が船から降りた時、暴悪な男が近づき、イエス様、私の時はまだ残っているのに、一体私に何をしようといるのですか。私を追い出そうとするなら、あの豚に入ることを許してください。そちらに入れ。すると、悪霊どもはその男から出て、豚の群れに入ってしまい、悪霊の去った男は、精神が戻って着物を着て正常的な人となりました。主はこのように全知全能のこの働きで、今日あなたに働かれるためにここに御言葉として来ておられます。信じると栄光を見る。信じると栄光を見る。ハレルヤ。ハレルヤ。社会的地位が高い低いとか、老若男女、学歴、職歴があるなしと関係なく、誰でも神様の愛の前に来る人は、このようにイエス・キリストの愛の力で現場で直ちに苦しみから解放されるという事実、解決されるという事実、これよりもっと大きい苦しみは地獄なのに、これを解決する方法は罪が許されることです。ハレルヤ。このすべての出来事は、神様が御子イエス・キリストを通して人間の絶望的な苦痛を解決してくださったことです。人間を愛し、人間の苦痛を解決することにバリケードもなく、譲ることもなく、止めることもなく、私たちを愛してくださいました。どうしてですか？神様の愛はすべてを乗り越えた
愛であり、自分の一人子を十字架にかけ死なすことまで知ってくださった愛、全知全能なる神様の偉大な大いなる愛なのです。私が心を開きます。私の中に、私のうちにその愛を持ってきてください。そして私が持っているすべての苦しみをすぐに解決してください。認めるならアーメンと言いましょう。本文、ヨハネの福音書11章後節にイエス様がマルタ、マリア、ラザロを愛しておられたと記録されています。先ほど申し上げましたように、この3人の兄弟はイエス様を愛し、イエス様も彼らを愛しました。しかしイエス様はラザロが病にかかり死んだのに4日が経っても来られませんでした。いよいよイエス様がラザロに向かい、ベタニアの都の門の前に立ちました。ラザロの姉妹マルタが走ってきて、主よ、もしここに行ってくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタよ、信じると栄光を見る。アーメンが弱いですね。2番目にマリアが走って行って、主よ、主がここに行ってくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアよ、あなたが信じると栄光を見る。ラザロをどこに置きましたか？墓に葬りました。行ってみよう。ユダヤ人の習志でイエス様が弔問に行かれると思いました。墓の門の前に着きました。大きな石で、ユダヤ人は人が死ぬと我が国のように葬ることではなく、ほら穴を掘ってその中に入れます。そして石で入り口を閉じて、さらにセメントで墓の門を固めます。それから石を動かすのは本当に大変なことでした。イエス様が石を取り除きなさいと言われました。ラザロの姉妹マルタは、主よ、死んで4日が経ち、もう匂いがします。イエスは言われました。もしあなたが信じるなら神の栄光を見ると言ったではないか。そして石を動かしました。イエス様は目を上げ天を見上げて、父よ、いつも私の話を聞いてくださることを感謝します。いつも私の話を聞いてくださることを知っております。しかし私がこういうのは周りの群れに向かって言ったのです。なぜならイエスは太古の息子ではなく、神様が送ってくださった神の御子であることを表すためでした。その後大声でラザロよ、出てきなさい。すると死んだ者が手と足を布で巻かれたまま出てきて、顔は布切れで包まれていったんです。イエス様はほどいてやって帰らせなさいとおっしゃいました。愛する皆さん、今日もこの牧師の唇を通して主が言われます。あなたが持っている不治の病、不幸なことがありますか？主よ、今日主の御声が私を治してください、癒してください。主なるイエスは死んだ者も生きている者のように、ない者もある者のように、病い者も貧しい者も迫害される者も栄光ある者のように呼んでいます。このような主の愛を受ける時間となりますように。主なるイエス様がいくら全知全能で慈愛に満ちていても、あなたに無限の愛を注ごうとしても、あなたが信じなければ何も起こりません。信じなければなりません。信じましょう。
今日礼拝の時間にただ行って帰ろうという宗教的な活動にならないように、今日主はあなたの不幸を解決するために私を信じてくれ、私を信じてくれ、私はできると信じてくれ、アーメンと言いましょう。主の欲求に同意したらアーメンと言いましょう。愛する聖徒皆さん、あなたは今すぐに苦しみが解決されて霊と肉に幸せになれると信じなければなりません。一番この信仰の邪魔するものは意地悪な心、傲慢な思い、無関心、そしてできるのかということです。この重大な問題をそんな簡単にできるでしょうか。医学も科学も文明も地球上の誰もできないのに、イエスなんかができるのかという蔑み、不信仰な見下す疑いを捨てましょう。愛そうとするイエス・キリストと愛されたいと思っているあなたが愛と信仰の絶頂で会うことができるように、そして信じると栄光を見る、信じると栄光を見る、ただ信仰によって贖いと癒しと栄光が皆さんに幸せとして訪れることを主の皆によって祝福します。祝福します。主よ、私に信仰を与えてください。栄光を見るくらい信仰を強めてください。私が今日苦しみから解決できるような信仰をください。そして全ての人に主が私の問題を解決したと証しできるような信仰を与えてください。私の名によって求めなさい。私が叶えてあげよう。私の名によって病を治しなさい。悪霊を取り払いなさい。何事でも信じて求めたものは受けたと信じましょう。主よ、この信仰を私に与えてください。そしてこの信仰を通して栄光を見るようにしてください。主よ、私は意地悪な心、傲慢な思い、無関心、疑うものです。主を無視して間違った態度を取り、科学文明よりも大事に思わなかったです。主の前でこの不信仰が主に出会うことを邪魔します。素晴らしい最上の祝福を受けるため、このような不信仰のせいで敵である悪魔のせいで主に会うことができません。私と主を別れさせる不信仰疑いを取り除いてください。主の臨在を体験するように私をお導きください。信じると栄光を見ます。信じて栄光を見たいです。両手を高く上げて今日心合わせて祈られるとき、祈りの答えが、今日御言葉が私に栄光が見られますように。どんな大病にかかっていても、どんな癌の病であっても今日癒されますように。皆様の多くの不治の病を癒されますように。主よ、私の信仰が、神様の栄光が現れますように助けてください。信仰を持って切なる思いで祈りましょう。パルテマイのように重い皮膚病人が主を求めたように、逃せない時間、栄光を見るという信仰の働きが現れる時間となりますように、主を参照して祈りましょう。主よ、主よ、主よ。